2世帯住宅で暮らしてる方いますか住んでみてどうですかメリット、デメリットを教えてほしいです。父親が、くも膜下出血で突然退避しました。憔悴した母の代わりに、私が所手続きをしましたが、貯金がゼロなことが判明しました。年金支給日に全額下ろして、次の年金支給日までに使い切るという生活をしていました。かろうじて、 ゆうちょの生命保険がありましたが、ギリギリ葬式代が払える程度でした。母は、一人では生きていけない、もう多品だ方がいいと言っています。父親がた品の前から、そろそろ家を建てようかと妻と相談していて母親にも伝えていたのですが、私を置いてほしい、一条でいい、何度でいい、屋根裏でいい、どうか見捨てないでほしいと泣いて土下座されました。妻とは結婚前に、 お互いいの親とと同居はなしと話しし話合っていましたでもいざその場面になり母親に土下座までされると心が揺らぎます妻も土下座を見て心が揺らいだようで玄関水回り別の完全分離の2世帯住宅なら譲歩すると言ってくれましたしかし玄関水回り別となると1000万円くらい負担が増えるようです 追い先短いであろう母がいなくなった時を考えると無駄な気がしてきます完全同居で母のための小さめの部屋を作り母が他品だあとは物置にでもした方がいいのではと思ってしまいます妻は一人で生きられないというなら施設に入ってもらうか完全分離2世帯住宅の2択これ以上は譲れないと言います2世帯住宅って子世帯にはあまりメリットないですよね あるとすれば、親の保有する土地を使えるとか、親が金を払ってくれる、子供の面倒を見てもらえることでしょうかうちで言うと、土地どころか金は、マイナス、子供の面倒を見てもらえるだけですよね。本当にもったいないと思います。でも、こちらがお願いしている側なので、完全同居は申し訳ないです。最近、この話になると、妻のイライラがピークになって、 過去に母に言われたことなどを持ち出して怒り出します。こうなると、やっぱり同居って難しいですかね質問の趣旨とはずれてしまうが、同居と経済的自立の話が混同していると思う。本当に経済的な具材の方法は同居しかないのか生活保護や今の生活をそのまま続ける選択肢はちなみに。 分離だろうが、そんなぶら下がられた状態での同居はありえないと思う。それでも、完全分離なら、遠くさんが譲歩してくれてるなら、無駄に感じようが、あなたには、それしか選択肢はないし、完全同居の交渉しようもんなら、人の善意につけ込み、やがってと俺なら感じるわ。見捨てて生活保護を受けさせれば、幸せになれる。母親に土下座されて混乱しているな。お前の味方は、 誰かまず考えろ。そして考慮すべきは母親の寿命だな。それと貯金ゼロで泣き、お年をする母親のずるさをきちんと理解しろ。ここでご利用ししたら幸せな老後は絶対にやってこない。下手すりゃ母親の多後に離婚される可能性だってあるんだぞ。冷静に判断しろよ。同居、二世帯住宅、施設でなくとも近くに。 母親用の安い賃貸借りるか、団地みたいなところを借りてあげたらいいんでない。その方が、金銭感覚も近い人間同士で母親も生活しやすいのではないかな。経済的な面でも不安なんだと思いますが、持ち家で遺族年金もあると思うので贅沢しなければ生きていけると思っています。家で一人になってしまうという恐怖が一番強いみたいです。 妻の情報には本当に感謝しています。やはりこれ以上望むのは無理ですよね。情けない親ですが、それでも母親なので見捨てきれない気持ちがあります。ぐさっときました。大切にするべきなのは妻と子供ですよね。母は70代前半です。女性の平均寿命を考えると、十数年といったところでしょうか。土下座の件は妻もずるいと言っています。 葬式後に親戚が帰った後、子供の前で土下座されました。子供はまだ小学1年生なので、わけも分からず、おばあちゃんをいじめないで、と、俺の足にしがみついてきました。妻は、これで見捨てたら、私たちが悪者ではないかと参っています。本当に、我が親ながら情けなくて、家族に申し訳ないです。実家、持ち家は、車で、2時間くらいの場所にあるので、不安なら、 近くの安い賃貸に越してもらうのも手かもしれませんねその方向も提案してみますごめん俺なら見捨てるかな自業自得だし親に人生狂わされるのはごめんだ貯金ゼロと聞いた時は勝手にしてくれと思いましたが土下座されて心が揺らいでしまいましたその母親を助けて自分の妻子を犠牲にするの 明らかに薬病神じゃん自分の親ごとばかり心配してるけど嫁さんの実家はどうなのよ俺が嫁さんの親なら別れて帰ってこいと言うわ薬病神ですね守るべきは今の家族だともう一度認識します妻の両親は父親の方は闘病中で正直長くないと思いますただ 数千万円の生命保険があり、受け取り人はうちの妻になっています。申し訳ないが、自分の多費後は、これで、母さんを面倒を見てくれと言われています。妻の母も、娘家族に迷惑かけたくないし、一人で生活できなくなったら、施設に入れてほしい。その際、手続きや着替えの準備などを頼むかもしれないから、そこだけはよろしくと言われています。書いていて、 俺の親と比べて落ち込みます普通は子供に世話になりたいなんて思いませんよね嫁とまた話し合い、結婚時の約束通り、金銭的な援助はしても同居はしないという結論になりました。母に電話して、実家のままで贅沢せずにつつましく暮らして、どうしてもダメなら頼ってくるように伝えました。母は、今からそちらに行くと言っていましたが、妻と子供がいるから、話なら。 俺がそちらに行くと伝えましたできる限り協力するから二度と妻と子供の前で恥ずかしい真似土下座をするなと釘を刺しました家も夫婦と子供たちに必要な設備部屋だけを作る予定です電話で母の泣き声を聞いて心が痛まないと言ったら嘘になりますが自分が守るべき優先順位を間違えないようにします 相談して決意が固まったので話して良かったです。ありがとうございました。あれさせてすみません。保護責任者域については詳しくないので調べてみますね。同居はしないというだけで、金銭的な援助はするし、男手が必要なら手伝いに行こうとは思っています。 嫁も今は健康だから、施設は不要だと思うけど寂しいなら見守りサービスというものがあることなど、いろいろ調べてくれてます。俺は、一人息子ですし、本当に見捨てたりはできないと理解しています。あの後母から、お母さんもう生きてるだけで邪魔だね。お父さんのところに行くね、とメールが来ました。俺は、情けなくも気が動転しましたが、嫁は、 母親に自他費をほのめかされたと警察に通報してほっとけば確実に他費にたいなら他費の前にこんなメールしない他費を脅しに使うなんて最低夫に先立たれて辛いだろうと同情してたけど嫌いになった私の稼いだ金は一銭も渡したくないと出会ってから一番の切れ方をしていました俺は嫁が切れたので冷静になり警察に通報 本当に母が他品なら目覚めが悪いから念のため、と説得して、嫁に子供を託して、一人で実家に向かいました。結果として、母は他品でいませんでした。俺が実家に着くと、警察の方に慰められながら泣いていました。警察の人には、この忙しい時期に迷惑をかけて申し訳なかったです。俺が来るまで、来るまで2時間、ずっと話を聞いてくれていたみたいです。 警察の方に、お母さんたひぬつもりはなかったみたいよ。寂しいみたい。と言われて情けないけど、涙が出ました。長くなったので切ります。嫁に電話で報告したらたひ慣れても困るから、年越しと三が日はそっちにいたらと言われたので、今は実家にいます。母に、何が、そんなに不安なのか聞けば、お金が不安、一人が不安と言います。 俺たちも、共働きだけど、子供がいるからお裕福じゃない。でも援助はする。俺が、定期的に顔を出すし、土下座なんてしなければ、孫も連れてくる。今は、テレビ電話だってあるから、顔を見て話せるよ。嫁が見守り、サービスを提案してくれたけどどうなどと説得しましたが、お母さんが邪魔なんでしょ大変だ方がいいと思ってるんでしょ と話になりません。父が生きていた時は快活な母だったので激変ぶりに正直戸惑っています。まだ健康だし、一人で家事はできるので施設なんて早いだろうと思っていましたが、かなり真剣に考えています。もしくは、俺たちの家の近くに住んでもらうなども検討しています。長くなってすみません。母と二人で気がめいってしまっていろいろと吐き出してしまいました。 なんとか嫁と子供を守りつつ、母をどうにかする方法を模索します。いろいろなアドバイス、ありがとうございました。